恩の公家、政治家。伊下君当社区位は、11位大君以降者区。最後の富士市長者。定名皇后の父。昭和天皇の外祖父、第125代天皇、秋人の祖祖父、第126代天皇、徳人の皇祖父にあたる。公式には、九条美雪行と、性室境ごとの間に設けた長男とされたが、実際には、 九条久忠が即室菅山との間に設けた長男である。当初は道高とも表記した。久忠の長男だったが、久忠の養子し、九条美ゆ行の養子師となった。現時元年、国事御用係、慶応三年には左大臣となる。大政奉還前は、父の久忠と同じく幕府との協調を推進。そのことから、王政復古の大号令が出された時は、 それを追求されて、三大停止処分に処せられたものの、1868年に、許され処分を解かれた。同年、摂政官白廃止後、富士市長者に任じられ、明治維新の母親戦争で新政府軍の大宇、陳部総督に就任し、大宇陳部総督不可参謀の長州藩藩士、セラ修造及び、薩摩藩,藩士、大山綱吉と共に、仙台藩藩士、 伊達義国の仙台城下に入った。後佐竹氏の秋田藩に移って、東北地方を転戦し、京都市五色、松平片森の合図藩と、海上同盟を結んでいた、江戸家森役、庄内藩藩主、坂田ダーツの庄内藩などと戦った。明治維新後、明治天皇の相談役となる。岩崎八太郎の勧めで日本初の海上保険会社である。 東京海上保険会社の創設に関わった。家族制度創設時に、旧設計投資として公爵に除され、帝国議会創設に伴い貴族院に議席を有した。1898年9月10日、邪行官志向に任じられた。1900年に大勲位に除され、大勲位喫下大受賞を受賞した。1906年1月4日、 脳一血と心臓病のため67歳で死去。1888年、和子が大谷光水と結婚した。1895年、典子が山品の宮菊丸王の日となった。1900年、節子が皇太子義人親王の日となった。翌年に道の宮博人親王が誕生した。和子、典子、節子及び着難の休場同日は、 いずれも即室である、のまいくことの愛の子である。ありがとうございます。